今日は朝着いたんですけど、赤羽にも行かず、水道橋グリーンホテルに直行して荷物を預けて、神保町をちょっとうろうろしたんですけど、去年は友達と、お蕎麦屋さん、何やったっけ、やぶ、神田やぶで飲んだんですけど、もう跡形もなく駐車場になっていました。まあ形あるものは、あ、何言うてんねん。まあいいか。でした。形あるもんがどうした。何しようかな。いてついた地上のパニックの中で嘘を忍びなく言い伝えはあったよ、でも夢はなかった。いつまでも影だけさまよい歩くこの地上、読み取れるだけの文字と聞き取れるだけの言葉で世の中はできているのさ。お前は生きていたか、汗は流れたか、いつまでも影だけがさまよい歩くこの世界。